3D テレビのここが嫌いだ99、思ったほど飛び出ない、手を伸ばしてみるのはお約束、のけぞって壁に頭をぶつける、部屋が狭いので飛び出しすぎる、近所の人が見に来る、来客用 3D メガネを買わされる、石川遼のバンカーショットばかり見たがる、親戚が見に来る、お茶菓子の出費が多くなる、晩飯まで食っていくやつがいる、泊まっていくやつまでいる、説明書が 3D、 保証書も 3D、 リモコンは 2D、 子供にはメガネが大きすぎ、子供用メガネを買う、乳児用 3D メガネがない、毎年子供用 3D メガネを買い替える、 3D メガネに名前を書く、家族全員がサングラス状態、 3D メガネしながら食事はいまいち、 3D 対応 DVD が出ると買い直す、 3D 対応 DVD プレイヤーに買い替える、 3D 対応テレビ台に買い替える、モノクロの古い洋画も 3D、字幕だけが 3D、 娘が親父の 3D メガネを嫌がる、娘が彼氏と 3D テレビ、彼氏が俺のメガネを、自分のメガネに触れたくない、半年後娘のお腹が 3D、 肝心なところでメガネの電池が切れる、コンセントにメガネが鈴なり、寝る前に見ると眠れなくなる、羊が出てくる 3D を見る、 3D をメガネをかけたまま寝てしまう、寝返りして壊す、鼻が痛い、地震速報が 3D、 普通のテレビでもメガネをかけてしまう、カーナビでもメガネをかけてしまう、この地図飛び出さへんの？っていう、 3D 酔い止め薬が必要、目が離れている、鼻が低い、顔がでかい、カスタマイズ 3D メガネは高額、ドツキ 3D メガネ希望、 3D 対応コンタクトレンズ希望、偽物の 3D テレビ、よく見ると30テレビ、ミニスカだと下から覗く、やっぱり見えない、エッチな DVD を試したくなる、内緒で DVD を買う、夜中にこっそりと見る、ついおおと言ってしまう、嫁にバレる、カバンを買わされる、エッチな DVD を捨てられる、 3D 対応携帯電話に乗り換える、思ったほどじゃない、過去残念、 3D 料理番組はダイエットの敵、慣れるとメガネなしでも 3D、 多分脳がやばい、サザエさんが 3D、 飛び出すタラちゃん、タラちゃん自動車に激突、水戸黄門も 3D、 飛び出す印籠、雛形明子が飛び出るのは OK、 通販番組も 3D、 高田社長がしつこい、お笑い芸人も 3D、 小島よしおの股間が放送禁止、モザイクも 3D、 野生動物の番組も 3D、 イモムシも飛び出てくる、犬でも 3D に見えるか試したくなる、ペット用 3D メガネが新発売、ペリグリーチャム CM が 3D、 人間には無関係、女子アナに 3D メイク、 3D アイドル登場、 3D 巨乳アイドル登場、生で見るとさほど飛び出ていない、 3D サバ読み、 UV カットの 3D メガネがない、何でも飛び出て見えるんやと嫁が言う、いやもともと 3D バラ、地デジかも 3D、 地デジと 3D が混乱する、普通のテレビを見てなんか落ち着くなぁという、まだ 3D のテレビ番組が始まらない。
石川遼は宮北、スポーツは 3D やんねという、射撃競技の 3D はいまいち、カーリングの 3D はいつの間にか 3D メガネは埃をかぶっている。